中野ゆかりは今シーズンも女性らしいしなやかな演技を見せてくれます。タイトルがロマンスということで、まあ、恋ですよね。今シーズンのショートプログラムを初披露、テーマは恋ならばより一層滑りの美しさが際立つでしょう。あ、中野ゆかりってこんな曲も滑れるんだとか、あ、こういう雰囲気も作れるんだっていうことを少しでもお客さんに伝わっていただければと思って練習していきたいと思います。トップスケーターが表現する恋心、中野ゆかりがうっとりするような滑りで魅了します。中野ゆかりの描く恋模様、さあその恋心とはどんなものなんでしょうか。ロマンスに乗せて演技が始まりました。今年はこのロマンスがショートプログラムのナンバーということになりますね。そうですね、今回はショーですのでプログラムの要素が違いますが、今シーズンこのショートプログラム8つの要素で世界を目指すと思います。昨シーズンはトリプルアクセルも何度も着氷して、まあ、これを武器に世界選手権でもステップアップを果たしましたが、今年もその安定感が出てくるとさらに上を目指す、そうですね、こういうこともね十分狙えてきますね。本当に努力家なんですよね。その努力がちっと報われながら一つ一つステップアップして世界に出ている気がします。さることながらこう見せ方が本当にこう年々上手くなってるな、素人目にいてもそう感じますがね。そうですよね。今年の世界選手権はなんといってもアメリカロサンゼルスですからね、はい、やはりこういう一つ一つのステップ、表現力を磨きながらアメリカに向かっていくんでしょうね。まあ、本人も今シーズンの目標はもうズバリロスに行きたいというふうに言っていました。このロマンスショートプログラム、恋心を発揮をしてそのロスを目指すという今シーズンです。このドーナツピンは本当に世界から評価をされているドーナツピンです。あの世界選手権最終滑走者でね、あの大きな拍手、それにも負けない大きな拍手が今その中野ゆかり上から横から降り注いでいます、ね、やはり本当にこの愛知で滑るっていうことはね、彼女も嬉しいんじゃないかなと思います。今年もドーナツのように甘い世界に誘ってくれそうです。最後大きな拍手に包まれましたね。地元愛知県でやってみていかがでしたか。そうですね、愛知県の自分の出身地ということで多くのお客さんに見守られて大きな拍手に浴びることができたのですごく嬉しく思います。今日もとてもしなやかで女性らしい演技だったと思うんですが、どんなことを思いながら滑ったんですか。そうですね、やはり曲名のタイトルがロマンスということで、まあ、恋ということで誰かに恋しているような雰囲気で滑れたらいいなと思って滑りました。シーズンいよいよ始まりますけれども、今年は中野ゆかり選手のどんなところに注目しましょう。そうですね、やはり昨シーズンと同じように少しまた中野ゆかりは上手くなったって言われるように、またステップアップしたって言われるように頑張っていけたらいいなと思います。